せーの、やっほー、あみです。みゆです。はい、ということで今日はついに久々の、ついにはない、ついに久々のみゆ一人の動画になるかと思うんですけど、ついにやばいそれごめんなさいごめんなさい。今日みゆが紹介したいのはマスクに映えるアイメイク。もっとさ、バンとバンと題名を言いたい。マスクをする季節だからこそ可愛いアイメイクをやりたいと思います。イエーイ。最近またメイクをちょっとだけ変えて、前回やったのがブラウンメイクだったと思うんだけど、今回はピンクメイクにまた出戻りしちゃいました。はい、ということでもうこれを落としてやっていきたいと思います。せーの、それでは早速いくよ。ポッポー。はい、ということで今アイメイクを撮ってきました。今日はアイメイクだけをやろうと思ってるので、ということでやっていきます。まずはアイシャドウからしていきたいと思います。最近パレットをずっと使ってなかったのを出しました。こちら多分前Q10さんかなんかの動画で紹介したことがあると思うんだけど、ブランクっていう多分韓国のコスメショップみたいなそこで売ってると思います。すごいね、ピンクのパレットなの。これはまだピンクメイクをして1週間も多分経ってないんです。だからめっちゃ綺麗。これを使っていきます。最初にみゆはこの色を使っていきます。みゆは割ともう1色でベースは完成させるので、この色をもう全体的に塗っていきます。やっぱね、マスクはねピンクメイクがいいと思う。どう？確かにあのちゃんと化粧してるって感じの方がいいよね。うん、みたいな、いいんですかみたいなメイクしてないで。否定するいつもより濃いめにした方が顔がはっきりすると思う、ミュー的には。だからちょっとブラウンメイクを卒業してピンクメイクに出戻りしました。はい、わかるかな。これぐらいしっかりピンクをつけます。こんな感じ。次、さっきと同じ色を涙袋にも塗ります。これはもうもはやミューは上に塗った色よりか濃くなるくらい涙袋にピンクを塗ってます。なんか前までは涙袋は白でしょって思ってたんだけど、意外とピンクとか乗せても可愛いと思う。で、全体的にこのみゆがさっき言った色になりますね。はい、こんな感じです。もう全体的にピンクになりました。そうだ、わかるかな。こんな感じでピンクに塗れたら、このパレットのこの一番左の真ん中のやつをちょっとキラキラさせたいからちょっとだけ塗ります。でもあんまこのキラキラ目立つタイプじゃないから気持ちいいって感じで塗ります。こういうのは手でシャーッと塗れば軽くつくので。はい、でキラキラは多分そんな本当に目立つ感じではない、もう気持ちいい、ちょっとキラキラしたらいいかなくらいで塗ります。はい、そしたら次はこちらですね。キャンメイクの多分これ前ピンクメイクの時に使ってたやつなんだけど、これの左下の色が結構濃いピンクだからそれを塗っていきます。これは目尻に塗ります。みゆは目尻を濃くすることで目が大きく見えると思ってる。でも最近どぎついピンクみたいな目してますね。はい、こんな感じでもうめちゃめちゃピンクになりました。イエイ。次、こっから涙袋の、これはもういつものって感じですね。いつもはケイトのダブルナイナーを使ってるんですけど、今日ちょっと忘れちゃったのでこのキャンメイクのさっきのアイシャドウの紫のやつを細めに引いて涙袋作ります。はい、ということで涙袋が描けたので、次は
やっぱマスクの時はキラキラして目を目立たせようってミオは思ってるので、こちらイニシフリーの、前は多分これのオレンジっぽいキラキラしたやつを使ってたと思うんだけど、それじゃなくて今回はシルバーっていうか、多分本当に白のキラキラを使っていきます。これは目の下に沿って全体的に塗ります。キラキラ最強説みたいなとこあるからね。いや、キラキラしたものが好きだから、やっぱ自分もねキラキラしていたいですね。すごい、星見に行きたくなっちゃった。これからしっかり涙袋の下にキラキラを塗っていきます。どうですか、キラキラしておりますでしょうか。こんな感じです。そうしましたら、このもうキラキラをもうちょっと使います。これ涙袋だけじゃなくてアイシャドウの方につけても可愛いから、これを目の上の中心らへんにちょんちょんちょんと塗ります。それはちょっともう二重幅の上にも塗る感じです。こんな感じでこの涙袋の上のところもキラキラするように塗りました。ちょんちょんちょんって、はい。でこれをしたら次アイラインを描きます。アイラインはいつもと変わらないかな。みはちょっと垂れ目気味にしたいのでちょっと下に向かって引きます。いつも結構高確率で失敗するので、その時は諦めてます。アイラインはまあいつもの感じで引きました。そしたらビューラーをしていきます。でもね、みゆ最近マツパに行ってきて、もうねすっごいビューラーね、一回根元をキュッてあげるだけでいいぐらいになったから、本当に楽し落ちないから、ずっと目がパッチリしてます。はい、今日ちょっとマスカラが落ちてないのであんましなくていいんだけど、ちょっとだけうっすら塗ります。最近ほんとうっすらしか塗ってないかな。はい、できました。マスクしよう。マスクに入るメイク完成しました。どうだろう、なんかカメラじゃ伝わらない部分がちょっとありそうだな。でも一応こんな感じです。こんな感じで結構ピンクが強めのメイクになっております。いい感じかな。こんな濃いメイクしないよって子もちょっと挑戦してみたら意外といいって思うかもしれません。こんな感じで、これが最近のミユのメイクです。まあ、最近のミユの毎日メイクにもなるけど、マスクにも入るメイクとなっております。ということで、ちょっとでもやってみたいなとか思ってもらえたら、高評価とチャンネル登録、あとコメントもたくさん待ってます。はい、以上アミとミユでした。バイバイ。